TTL 露出計とはカメラに使われる内蔵露出計の一種で撮影用のレンズを通った光を測定する形式のものである。TTL 露出計を使用した速攻方式を TTL 速攻という。TTL とはスルーザレンズの頭文字から取っており、東京工学が世界で初めて TTL 方式の一眼レフカメラトップコン RE スーパーを発表し外国向けカタログを 作成した際に翻訳者の早川健一が作った造語である。TTL 方式の利点は、撮影用のレンズを実際に通った光を測定することにより、実際に写真フィルムや CCD、CMOS にあたる光量そのものを測定できる点にある。カメラの露出は、一般的には、レンズの明るさとシャッター速度の組み合わせによって、決定される。しかし、 F 値はレンズを通過するときの光の吸収や散乱、さらにはフィルターによる現行等を考慮しておらず、F 値から期待される光の量と比べて実際にレンズを通過する光量は少なくなる。また近接撮影時には撮影倍率が高くなるに従い著しく光量が落ちる。ピント調整やズームの操作によって実際にフィルムや CCD 等に当たる光の量が レンズの F 値表記から期待される値とずれることがあり、そのずれ方もレンズによって異なる。さらに、表示される F 値は実に規定された範囲内でのばらつきが許されている。またレンズ交換式のカメラでは、画角が変動するために、どの範囲の光を持って露出を決定するかが問題になる。実際にレンズを通る光を測定すれば、こうした要因から、全く解放される。 特に、レンズ交換式の一眼レフカメラや、レンジファインダーカメラ等では、TTL 方式の露出系が持つ、レンズの差が露出に影響しないという特徴は、重要である。初期の TTL 露出系には、露光中に速光できないという欠点があったが、露光中に実際に、フィルム面に当たっている光を計測する方式である、TTL ダイレクト速光の開発によって、 撮影中の光線状態の変化に対して追従できるようになり複雑な条件下でもエレクトロニックフラッシュの自動調光が可能となる TTL オートフラッシュが実現した。世界初の TTL 速光内蔵式露出系は1960年のホトキナに極光学工業が持ち込んだペンタックススポットマチックである。ただし一般には公開されず開発中の試作機の。 とりあえずの完成品として写真師等の関係者のみに発表されたため当時は大きな話題にはならなかったというエピソードが残っているこの試作機は TTL によるスポット速攻であるがフォーカシングスクリーンの脇から速攻の際にアームが出てきてその先端につく受講素子が中心部の光量を測定する絞り込んで速攻する上に焦点を合わせる上で最も重要になる 中心部が見えなくなるという欠点を抱えており、極光学ではこの状態での商品化はしなかった。世界で初めて市場に出た TTL 速攻の一眼レフカメラは1963年に東京工学のトップコン RE スーパーである。ファインダー交換式でありながら、ミラーメーター方式を採用することによって TTL 速攻を実現し、 交換レンズの絞り値連動機構を備えることによって、開放速攻機能をも実現させたプロ仕様の先進的な高級カメラであった。この時、川瀬清之助が発明したレンズの絞り値をボディに伝達する機構は、撮影レンズの透過光を測定する方式の露出計を組み込んだ自動プリセット絞り式一眼、レフレックスカメラという特許になり、しばらくの間各社で、 開放速攻機を開発する際には欠かせないものになった。続く1964年には極光学工業からアサヒペンタックス SP が発売される。速攻範囲はスポット速攻からファインダーの脇に CDS を置く平均速攻に改められた。絞り込み速攻を採用し M42 マウントのすべてのレンズで TTL 速攻を使える。こちらは 価格も手頃であったためにベストセラー機となった。オリンパス工学から1975年に発売されたオリンパス OM-2 は世界初の TTL ダイレクト速攻を実現したカメラである。これにより TTL フラッシュ調光が可能となった。TTL 速攻を使ったカメラはその構造からいくつかのタイプに分けられる。ほとんどは一眼 F カメラにのみ搭載できる方式で、 レンジファインダーカメラはダイレクト速攻とリトラクタブルセンサー方式のみ実現できる。ミラーメーター式速攻一眼レフカメラのミラーの裏側に速攻素子を貼り付けミラーの反射面の一部を光が透過できるように隙間を作って光を導く方式。トップコン RE スーパーにおいてはファインダー交換を可能にするなどメリットもあったが反面ミラーの質量の増加など 欠点もある。この方式を採用したカメラはトップコンミランダなどの一部に留まった。ファインダー航路式速攻一眼レフカメラで最も一般的に用いられる方法。ファインダー像上の明るさを接眼部付近に組み込まれた受光体を使って速攻する。ペンタックス SP で採用された方法である。したがってファインダースクリーンを交換可能な機種では スクリーンの透過率が変わると露出系の指示する露出が適正値からずれてしまう。また、ミノルタ SRT101 のようにペンタプリズム内部に受光部を置く方式もある。ニコンカイ、カイニなどファインダー交換式のカメラでは TTL 露出系を内蔵した交換式ファインダーが存在する。カットコンデンサー式速攻一眼レフカメラのピントグラスの上に位置するコンデンサーレンズに 中央を斜め45度に切って、ハーフミラー加工し、再び貼り合わせたものを用い、コンデンサーレンズと同一平面上に受光部を置いて、コンデンサーレンズ内を屈折して入射してくる光を測る方式である。キャノン FT などキャノンのカメラでのみ用いられた方法である。構造上、スポット、部分速光以外の速光分布にはできない。ダイレクト速光路光中のフィルム面からの反射光を、 測定する方式。主に AE カメラに用いられる。オリンパス OM-2 で初めて実現された。ミラーアップ時に航路の遮断の影響を受けず、露出値の記憶回路を組み込む必要がなく、ファインダーからの逆入光にも強い。また TTL フラッシュ調光のためには露光中の光量測定が必要であり、ダイレクト速光の実現によって初めてそれが可能となった。 広ロ工事は、クイックリターンミラーが航路を遮断するため、ファインダー航路速攻方式やサブミラー方式など、その他の速攻方式と併用する機種が多い。このため、厳密にはファインダーなどに表示される測定結果と、実際の露出が異なってしまうという欠点がある。後に、金属膜立て方向フォーカルプレーンシャッターが主流になったためにオートフォーカスカメラの、 TTL フラッシュ用の速攻機能として利用されるのみになったがデジタル化とともに観光媒体がフィルムから CCD、CMOS などのイメージセンサーに変わったために現在は徐々に採用されなくなってきている。極光学工業の Pentax LX で採用された速攻機構である IDOM システムはクイックリターンミラーをハーフミラーにしミラーを透過して シャッター膜を反射した光をミラー裏面のサブミラーによって常時ボディ側の TTL 露出系に同行するため、露光時、広光時、ファインダースクリーンやファインダー部の交換などの影響に関係なく常に同じ航路で TTL 速光を行うことができる完全なダイレクト速光方式である。この方式の露出系はミラーや一眼レフファインダー機構が速光に必要ないので、 レンジファインダーカメラにも搭載可能である。サブミラー式速攻クイックリターンミラーの一部をハーフミラーとし、その裏面にメインのミラーとは逆向きに立ち上がるサブミラーを取り付けてある。ハーフミラーを透過し、サブミラーに反射してカメラ底部に置かれた受光部に入射する光を測るものである。サブミラーはミラーアップ時はクイックリターンミラーと平行に収納される。 ファインダーからの逆入射口の影響を受けにくい。同様の方法で即興しているオートフォーカスセンサーとミラーを共有できるため、オートフォーカス一眼レフカメラによく用いられる。リトラクタブルセンサー式速攻一眼レフカメラでは、キャノンのペリックスペリックス QL でのみ用いられた方式で、ミラーの後にレバー操作で繰り出す受光素子を置いて、レンズからの入射光を直接測る方式である。 普段は受光部は折りたたまれている。この方式では必ず部分速攻方式になる。一眼レフカメラ用ではミラーが全面ハーフミラーになっているペリックスでのみ実現可能な方式であり、通常の一眼レフカメラには使用できない方式である。また撮影時には受光部を収納させる必要があるため、速攻と録光を連続的に行う AE カメラにも使用できない。 ミラーのないレンジファインダーカメラでは、比較的よく用いられる方式で、代表例としてはラ、ライカ M5、ライズミノルタ CL がある。レンズを通る光の量は、被写体の明るさとレンズの絞りによって決まる。光の量を、いつどのような状態で測定するかによって、いくつかの方式が存在した。実際に、レンズの絞りが絞り込まれた状態で測攻する方式。 実絞り速攻ともいい、理論上最も正確な速攻が行える方式である。露光する段階と同じ状態で速攻するので、複雑な回路が必要なく、初期の TTL 露出計内蔵一眼レフカメラでは、広く普及した。しかし、速攻のために絞り込む手間がかかるため、次第に開放速攻にとって変わられることとなった。現代でもマウントアダプターを使用する場合など、 マウントの連動機構が使えない場合は、絞り込み速攻を行うほかない。またレンジファインダーカメラにおいては、絞りを解放状態にしておく必要がなく常時設定値に絞り込まれた状態にあるため、TTL 露出計を内蔵する場合は必ず、絞り込み速攻である。瞬間絞り込み速攻、ダイレクト速攻も絞り込み速攻の一種である。 レリーズボタンが押された瞬間に絞り込んで速攻する方式。一部の AE カメラにおいて採用される。絞り連動機構のないレンズでも絞り優先 AE が行えるほか、ボディ側から絞り値を制御できるタイプのレンズであれば、シャッター速優先 AE やプログラム AE を実現することもできる。絞り連動機構があるカメラであっても、絞りの設定値と実際の F 値が異なることも多い。 ため瞬間、絞り込み速攻によって補正を行うカメラも存在する。レリーズタイムラグが大きくなりがちなことと、特にセルフタイマー撮影において、ファインダーからの逆入口の影響を受けやすい欠点がある。上気実絞り速攻の欠点を解消するために、開放状態で速攻しても正しい露出を得る方式。TTL 露出系を内蔵する現代の一眼、レフカメラのほとんどは、 この機能を実現している。レンズマウントに絞り設定値の連動機構を備え、カメラボディ側に設定された絞り値を伝達することによって、開放状態での速攻値から絞り込んだ状態での値を算出し、適正露出を計算する。オートフォーカス一眼レフが登場して以降、ボディ側で絞り値を設定するものが増えたが、この場合は、その設定値を使って計算する。 TTL 速攻カメラも技術の進歩によって AE 化が進み、それとともに速攻方式も徐々に自動速攻化が進んだ。かつては一つのカメラは一つの速攻範囲しか持ち合わせていなかったが、現在のカメラの多くは複数の速攻パターンを持ち、いつでも切り替えできるようになっている。画面の中心の1から5%程度の極小の範囲で速攻を行う方式。 カメラ側の判断が一切入らないため、どの機種においても同じ速攻結果が出る。ただし、反射公式露出系の特徴を理解していないと、使いこなしが難しい方式である。AE での使用には全く適さず、AE 使用時においては、速攻時に AE ロック機構と連動させる場合がほとんどである。速攻を1回で終わらせず画面内の複数の場所を測って平均する。 多点スポットという使い方をされることも多い。露出制御が撮影者側で決定できるため、フルマニュアル露出を多用し、経験豊富な撮影者に好まれる傾向にある。現在も上級者向けのカメラには必須の機能として実装されている。足として、やや速攻範囲の広い部分速攻というものもある。使いこなしの難しさや速射性の欠如から、 スポット速攻方式を単独で採用しているカメラは非常に少ない。一方、部分速攻方式のみを搭載しているカメラはキャノン製一眼レフカメラに多かった。平均速攻とも呼ばれ、定義としてはファインダー視野角全面を速攻範囲とし、反射速攻の標準反射率18%を基準として画面全面で速攻し、平均値を得る方式。画面内を 平均的に速攻しているため、巡航では、被写体が画面内で移動しても、速攻結果はほとんど変化しない。スポット速攻と同じく、カメラ側の判断が一切入らないため、どの機種においても、同じ速攻結果が出る。スポット速攻機能のような知識や経験がなくとも、ある程度の露出精度が得られるが、反射公式露出系の欠点が強く出る端所がある。 例えば白い背景の中に黒い被写体がある状況で、そのまま速攻すると露出系には平均化されてグレーとして扱われるため、どちらにも露出が合わない。このように背景の明るさを速攻結果に入れたくない。時は被写体に接近してメインの被写体だけを速攻することで対応することができる。また、標準反射率18%という一定の法則に従っているため、 これを理解している撮影者においては、事故の判断で露出コントロールを行いやすい方式である。中央部重点速攻が普及するまでは、レン機から高級機まで一眼レフカメラ TTL 速攻のスタンダードであった。画面中央の一定部分を中心に速攻し、その上でその周辺部の速攻値も加味する方式で、画面内の極端な明暗さの影響を受けにくい部分速攻と、 ある程度アバウトな速攻でも正しい露出が得られる全面速攻の長所を合わせ持つ。カメラによってはさらに画面上部の明るさを無視することで空の明るさの影響を減らそうとしているものもある。AE カメラの登場によって速攻機能も自動化。多分割速攻機能が登場するまでは自動速攻の主流であり、多分割速攻のカメラでもそのほとんどが 中央部重点速攻に切り替え可能である。スポット速攻や全面速攻と違い、被写体の画面内における位置が変わると、速攻結果が変わるため、撮影者はこのことを理解して使う必要がある。しかし、中央重点という唯一の法則によるため、算出される露出値の傾向は多分割速攻に比べると、つかみやすい。アバウトな速攻をしても、 比較的正しい露出を算出できるが、あまりに中央から離れた場所にメインの被写体がある場合や、中央に逆光の被写体がある場合など正確な露出算出が期待できない場合もある。このような場合に対応するため、徐々に露出補正機能の需要が高まり、実装される機種も増えていくことになった。ただし中央部重点速攻という、同じくくりの中においても、核。 カメラメーカーの速攻に対する考え方により、速攻における中央部の重視度にばらつきがあり、例えばオリンパスは全面速攻より、ニコンは部分速攻よりという個性があることに注意する必要がある。撮影エリアの中をいくつかの部分に分けて、独立に明るさを測定し、コンピュータ処理により最適な露出値を求めるもの。 逆光で使用被写体と周りとの軌道差が大きい場合など平均速攻や中央重点速攻では適正な露出値が得られず露出補正を必要としていたような場面でも自動的に適正な露出値を得ることを目的としている写真撮影に熟達していない初心者でも露出の失敗を減らせるほか即打ち姿勢が求められる用途などでも有効である コンピュータなどなかった時代のアナログ算出方式ながら分割速攻というコンセプトが初めて用いられたのはミノルタの SRT101 コンピュータ計算による多分割速攻が実用化された初めてのカメラはニコン FA であった。多分割速攻が他の速攻方式と決定的に異なるのは速攻パターンや速攻エリアの形状などだけで露出を算出しているわけではなく 速攻結果をコンピュータ処理で加工して最終的な露出を求めている点である。他の速攻方式では速攻範囲内のある一つの部分の速攻感度は常に一定だが多分割速攻では同じ部分で速攻しても感度が状況によって変化することがある。例えば逆光によって輝度が高くなっていると判断された箇所は一時的に感度を下げるという処理をする場合などである。 このような露出値算出アルゴリズムはカメラメーカーやカメラの機種によって異なっている。このため同じシーンでもカメラが異なると算出される露出値に違いを生ずることがある。また露出補正などの適正値を判断することがやや難しい。現在では初期のものに比べ精度が向上しデジタル一眼レフカメラの CCD 用なら地中度の狭い撮像素子でも ほぼ即座に適正露出を算出できるほどに成熟された技術であるが、それでも極端な条件では露出ミスを起こすことがある。このような場合、多分割り速攻とオートブラケット機構や AE ロック機構と組み合わせて使用することによって、作外と通りの写真を撮影することが可能である。またほとんどの多分割速攻搭載カメラは、中央重点速攻やスポット速攻に切り替えられる。 よく知られる各社の多分割速攻方式として以下の方式がある。多点スポット速攻をする際に複数の速攻結果を自動的に記憶したり平均化したりできる機能である。多点スポット速攻の手間を大きく減少できる。デジタルカメラにおいて撮影用に使われる撮像素子そのものを使って露出を決定する方式のものが存在する。デジタル一眼レフカメラなど 旧来のカメラと同様な TTL 露出計を用いているものも存在するが、コンパクトデジタルカメラでは、撮像素子を用いる方式が主流である。コンパクトデジタルカメラで使われる、撮像素子は、構図の決定に使われる、液晶画面やイベフへの出力にも用いられており、常に撮影用レンズを通った光を検出し続けている。そして、そのデータを使って、 露出決定も行っているため、これも TTL 速攻方式の一種であり、TTLCCD 速攻などと呼ばれる。究極の多分割速攻を実現できるほか、スポット速攻、平均速攻、中央充点速攻などの再現も可能である。安価なモデルでは、全自動制御のみとなるものが大半だが、高級な製品となると、速攻方式の選択や、 マニュアルでの露出制御が可能なものもある。また、デジタルカメラは撮影直後に撮影された画像を確認でき、画像のヒストグラムを表示する機能なども簡単に実装できるため、マニュアルでの露出制御の失敗を比較的簡単に避けられる。カメラと戦争工学技術者たちの挑戦 P113、ありがとうございます。